姉良町、姉良町は、鹿児島県、離島以外の地域の中部にあった町である。姉良郡に属していた。県内の町村で、最も人口が多い町であり、九州の町村では、福岡県筑紫郡中川町、現、中川市に次いで2番目に人口が多かった。2010年3月23日付で、同じ姉良郡の加茂町、カジキ町と合併して、姉良市となった。 南北に細長い形をしており、南側を鹿児島湾に面している。南部は別府川や重井川によって形成されたアイラ平野が広がっているのに対し、北部は北薩火山群に囲まれた山がちな地形となっている。最高峰は霧島市との境界にある江干岳七百二点九メートルで、おおむね東側の霧島市との境界、西側の薩摩仙台市との境界に、 山が並んでおり、その間は別府川の支流が南へ流れている。また、旧加茂町、鹿児島市側から標高100メートル程度の大地が町中央部に西から伸びている。鹿児島市との境界は500メートル前後の群れが岡連山となっている。群れが岡連山の海岸側は急瞬長けとなっており、外貨を国道10号 JR 日報本,本線が通って、 鹿児島市と連絡している。鹿児島市に隣接しており、近年は鹿児島市のベッドタウンとして発展している。南部平野部にある国道、駅の周辺が開発され、住宅地が広がっている一方、北部山間地帯は1988年、昭和63年に北山中学校が閉行となるなど過疎が進んでおり、同じ町内での差が大きい。 山間部と平野部の中間の別府川中流部には水田地帯が広がっている。住所として使われている地名の一覧。旧石器時代の遺跡は姶良町内では発見されていない。縄文時代の遺跡はいくらかあるが、縄文改新により、低地の大部分は海の中であったため大地の上に集中している。弥生時代以降になると低地にも遺跡が出現する。 713年、和道6年4月、日向国の一部を割いて、大隅国が設置された。朝廷による支配に対して、早登族は抵抗したため、無前国から住民を移住させ、桑原軍を建てた。これが、現在の良軍に相当する。この頃の地名として、答えにし、た、伏せというものがあり、これがなって長くこの地域の里の名前になり、 現代に残る調査という地名になったと考えられている。奈良時代には、福岡市賀島から鈴木三郎正氏、四郎正義の兄弟が、摂津国の住吉明神、住吉大社を勘定してこの地にやってきて、住吉地区に神社を築いた。現在でもその子孫とされる人が居住しており、また住吉地という名前の由来でもある。弟の正義は、山田地区の開拓を行い、 黒島神社を築いている。大隅国の国分寺に使われた河原は、姶良町船津地区にある窯跡のものと特徴が一致しており、ここで焼かれたものであると考えられている。薩摩国、大隅国へは、反伝デ受州法の適用が遅れていたが、800年、延暦19年になって、ようやく施行された。しかし次第に、律令制は崩壊に向かい、 貴族や寺社による私有地化が進み、当時の調査号は、藤原忠実により1136年、法園2年、大隅忠八万宮、鹿児島神宮へ寄進された。1276年、公安5年の大隅国在朝籍、築地役配布によれば、この頃、鍋倉地区は、梶木里に属しており、脇本地区は、加茂院であった。 それ以外のほぼ現在の姉町に相当する地域は調査里であったとされる。二百八十二年、港安五年、山城国から平山両清が下ってきて、大隅正し八万宮両の調査号を収めることになった。両清は姉町の海岸部である松原地区、現在の大技では東持田に一旦上陸し、その後別府川を遡って、船津で船を経流して、 一晩を明かし、翌朝東側の三十町に上陸したという故事がある。大隅忠し八幡に対して、神聖八幡と称する神社を山の上に作り、また、平山城を造営して、居城とした。この神聖八幡宮は、現在も存在しており、現八幡神社、社殿の前には、両清が植えたと言われる樹齢七百年余りの大井町がある。 平山氏はその後現在の良町内各所に城を築いて一族で支配を行った。南北朝時代から室町時代にかけてはこの地域の各豪族の間で争いが繰り返された。良町内にある各城も何度も攻防戦が繰り広げられている。1458年、長禄二年、島津末久が平山氏に代わって調査号を支配するようになり、 ウリュウの城、あとに、検証城と呼ばれるようになるを築いた。1459年、長六三年には、平山氏は、島津忠国に敗れて、イブスキに移されている。末久の子、島津守卿木宗王将は、薬師如来を信奉し、この五郎一五国米山薬師を参詣した時に得た、薬師如来像を持ち帰り、平山城南端の山が米山に似ていることから、 この地に銅を建てて安置した。これが、調査の米山役師の由来である。1495年、明王四年カジ期のカジ期休兵が、平山城を襲うが、島津方の守備が固く撃退された。この時に守備していた、川上忠直は先行により、調査の児童を認じられ、両地の中から変川忠直と解明した。その後、調査の児童は繰り返し変わり、 また平安城も下道院氏によって1529年、京禄2年に陥落している。島津市の家中は一時期混乱し、調査号の支配権は、反島津勢力の手に渡った。1554年、天文23年、岩剣城の戦いが起こり、島津市が日本で初めて鉄砲を実戦で使用したと言われる遺説もある。島津隆久が、 ガムウノリキを1557年、工事3年に降伏させて、最終的に調査号は、島津市の支配が、ほぼ確立した。1594年、文禄3年、大公検知が行われ、調査号は7864国余りの土地が、記録されている。文禄の役から帰国した島津義弘は、1595年、文禄4年、 鍋倉地区に新築した親父と呼ばれる館に入り、居住した。これ以来この地域は調査号の中心として発展した。吉弘が朝鮮半島から連れ帰った投稿により、古調査焼きなどの窯が開かれている。1600年、慶長5年、関ヶ原の戦いにおいて、島津吉弘は敵中突破の退却を行い、調査号に引き上げてきた。 その後しばらくの間、徳川氏に対する抗戦のため立てマサ城などの集築が行われている。吉弘は桜島にて一時禁止するが、隠居して再び調査に済んだ。1606年、慶長11年、吉弘は平松城、現在の茂富小学校の位置に館を移し、さらに1607年、慶長12年、加ジ城、 現在のカジキ高校の位置に館を移した。1615年、元奈元年、大阪の役に敗れた長蘇壁氏の家臣らが逃れてきて、木津司に住み着いた。1664年、漢文4年、フレダに遺跡が作られて、現在も使用されている、用水路、中溝が建設されている。この当時のフレデンはまだ、吉田里であった。 1737年、原文2年3月27日、島津忠則が、越前島津家を再興し、その領地とするために1739年、原文4年調査協より分割して、重富号が成立した。調査号の内平松村、脇本村、船津村、春毛村、吉田号東佐田浦村の一部、古田村が十と三里となった。また、調査豪を補うために、 山田郷から寺志村が編入され、これを補うために加茂里から木津志村が山田郷に編入されて、あ良町合併前の調査、茂富、山田の町村の形がほぼ成立した。茂富の名は越前島付初代の島津忠綱の領地であった越前国茂止めによしし、後に茂富に改めたとされるが、現在の福井県にはそのような地名はないとされる。 千七百五十二年、宝暦二年、水口幸恵が柔軟の用水路を完成させたが、その知恵を恐れて暗殺された。千八百十年、文化七年と千八百十二年、文化九年の二回にわたり、井上忠たによりこの地域の測量が行われている。江戸時代の薩摩藩では、外情勢と呼ばれる、領内支配体制が敷かれ、愛良町内では、重富、調査、 山田の外城、後に、里が置かれた。それぞれに、麓と,と呼ばれる、支配階層の武士が住む集落が作られ、そこから、領民の過酷な支配が行われた。江戸末期の1863年、文久三年、茂富に学問所としてぶり教館が設置され、茂富小学校の元となった。また1869年、明治二年、相次いで山田号と、 調査号に学問所が設置され、それぞれ山田小学校、調査小学校の前身となっている。1871年、明治4年、廃藩地検が行われ、調査、山田、重富の三郷は、一般、鹿児島県に属したが、11月に、都の条件となった。1873年、明治6年、都の条件が廃止され、鹿児島県に戻っている。 なお、桑原郡の西部は中世はじめに調査軍として独立したが、近世はじめ頃から白軍の故障が使われるようになり、これが立領の昔に設置された、オーラ、アイラ軍、現在の鹿屋市付近と同されてこの地域がアイラ軍と称されるようになった。鹿屋市の合併前の町にアイラ町という同じ読みの町があったのはこのためである。 1871年11月4日の鹿児島県庁布告により正式にイ良軍となり、1896年、明治29年に残りの桑原軍と西総軍を合併して、今のイ良軍が成立した。1889年4月1日には、町村制度施行により、現在の町域にあたるイ良軍庁、佐村、重富村、山田村が発足している。 学生交付により、1872年、明治5年、米山小学、調査小学校、平松小学、脇本小学、上水流、上水流小学、食電小学、以上が、後の重富小学校が設置された。1875年、明治8年北山小学校創立、1876年、明治9年、山田小学、日田小学、稲荷小学、 珍珠小学、宮脇小学、後の山田小学校が設立された。1878年、明治11年木津市、城野小学、船津小学、寺市小学、住吉小学、1884年、明治17年菅原小,原小学校、松原小学校、若宮小学校と続々と学校が設置されている。このうち、寺市小学と、 住吉小学はすぐに合併して三佐小学校となった。菅原小学校と松原小学校は後に、検証小,小学校となっている。1910年。1874年、明治7年、重富郵便局が設置された。1901年、明治34年、鉄道が開通し、重富駅が設置されるが、調査駅設置は1926年まで待つことに、 なる。1910年、明治43年、調査に伝統がつき、1914年、大正3年初めての自動車が調査を走った。1916年、大正5年電話が開通した。この頃、調査庁の松原海岸付近は、松原塩田が開発され、調査庁の財政を支えていた。また木炭やカマス。 藁を編んで作った袋が生産されて、鹿児島県において大きなシェアを占めていた。1942年、昭和17年4月1日、調査村が調整を施行して、調査庁となった。1945年、昭和20年7月27日、山田橋付近、8月5日、松原、8月6日は木本と、相次いでアメリカ海軍関西機に空襲を受けて、 多数のものが消失、死傷者が出た。戦後は、行政改革のための町村合併の動きが始まった。ガムウ、カジキを含めたアイラ軍政武士の構想があったが、実現しなかった。まず1947年、昭和22年、山田村の飛び地であった、辺川地区から、不便を解消するために、カジキ町へ編入してほしいという要望が出され、 両町村の協議を経て1952年昭和27年10月10日に実施された。また山田村の一部であった茎野地区は歴史的に加茂町とのつながりが深かったため加茂町への編入希望が出され、1955年昭和30年1月1日の愛良町成立と同時に加茂町に編入れた。信月村は 鹿児島市との合併を考えていたが、財政問題などを理由に、鹿児島市に断られ、1955年1月1日に、調査庁、茂富村、山田村の一丁二村による対等合併をすることになった。新町名としては、金光町、若草町、藍良町、西藍良町、別府川町などが提案され、藍良町が選択されている。合併後しばらくの間は、 財政が苦しく、議会定員を法廷より減らし、朝職員の退職不補充などにより財政再建に努めた。姶良町役場新庁舎を南部平野地帯に建設したが、新庁舎落成式典では参加していた海上自衛隊の航空機が墜落事故を起こしている。従来の特産であった木炭、カマスがガスの普及やビニール袋の登場などにより廃れてきたため、 新しく産業を進行すべく1960年、昭和35年から20万は集団養鶏運動が開始され、鶏卵を出荷するようになった。一時期はかなり広く実施されたものの、零細農家は競争に負けて撤退し、現在は少数の大規模業者が集中して養鶏を行っている。また調査庁の財政を支えていた調査、松原園田は、 1951年、昭和26年に、ルース台風の直撃を受けて破壊され、放棄された。1967年、昭和42年、上水道が一部の地域で完成。電話のダイヤル自動化。1973年、昭和48年12月13日、九州自動車道が開通。昭和50年代になると、アイラニュータウンをはじめとする大規模住宅地開発が、 進行した。1984年、昭和59年5月19日第35回全国、植樹祭が開かれ、昭和天皇を迎えてお手巻き行事が行われ、その敷地は、県民の森という公園施設になった。1988年、昭和63年アイラ駅が開業、大規模ショッピングセンターのサンシティリブレ、現在のアイラサティが開業するが、一方で北部では、 北山中学校が閉校となった。1993年、平成5年には、鹿児島県内全体が平成5年8月豪雨の被害を受け、姶良町内でも国道10号や九州自動車道がしばらく普通になるなどの大きな被害を受けた。合併当初の人口は2万7千人ほどであったが、当初は人口流出が進み年々燃焼していた。 昭和30年代後半頃から、鹿児島市内の過密により、愛良町に進出してくる、工場が増え住宅地の開発が始まり、人口は増加に転じた。1978年、昭和53年11月27日に3万人を、1993年、平成5年10月21日に4万人を突破し、なお人口は増加を続けている。 単独での姿勢思考を可能にするため高等学校の誘致が目指され、1988年、昭和63年には、東海大学が付属高校を町内に設置する意向を示したが、1991年、平成3年、長期的な生徒現象の傾向を理由に、県私学審議会に却下された。平成の大合併に際しては、梶木町、 加モ町との山頂合併が検討された。2003年4月に当初の合併協議会が設置されたが、住民投票の不成立などにより2005年に一旦合併協議会が解散された。その後2007年になり再度合併協議が始まり、新市名をアイラ市とすることや新庁舎を現行のアイラ町役場に置くことなどでは、 合意が成立したが、市議会の定員の問題などで合意ができず、2008年10月に再度決裂。その後も合併を目指す住民からの要望が継続され、2009年に、カジキ町、カモウ町と3度目となる協議で、ようやく合意に達し、2010年3月に山町で合併し、新市名を愛ラ氏とすことが内定した。 そして2010年3月23日付で合併して姶良市となり、姶良町の歴史を閉じた。合併前の調査庁役場、重富村役場、山田村役場はそれぞれ姶良町役場の支所となり、姶良町役場は調査駅や国道10号に近い位置に新規に建設された。この姶良町役場は新しい姶良市の本庁舎となっている。 過去の人口は以下の通り、出典は国勢調査1955年の合併元の各張村が設立した中学校が現在も引き継がれている。ただし、山田村立であった北山中学校は過疎による生徒数減少で1988年に山田中学校に統合されて閉校となった。合併前から茂富村の一部が調査中学校に通い、 またが、ページに、九丁村坂へを越えて、校区の再編が行われており、現在の各学校校区は、九丁村とは一致しない。山田中学校には変川地区に、珍珠文校があったが、戸び会解で変川地区が、かじ町に編入されたため、かじ中学校の文校となり、年に、に統合され、廃校になった。町立、南部平野では、 人口増加が続いており、既存の学校の過密を緩和するために、県小小学校や茂富小学校の校区を分割して、あ良小学校や西あ良小学校が設置された。一方北部では人口が減少しているため学校の統廃合が進められており、三佐小学校と船津小学校が合併して三、船小学校に、木津市小学校、道山小学校、 西尾小学校が合併して、北山小学校になっている。また、山田小学校に戸辺の分け校が、重富小学校に、高牧文校が存在したが、いずれも閉鎖された。飛び地だった辺川地区には、珍珠小学校があったが、加ジ木町に編入され加ジ木町立となり、1971年に加ジ木町立長原小学校に統合され、廃校になった。 町立。カジキ町にあったカジキ警察署の管内で、アイラ町内には、アイラ交番、重富交番、山田駐在所があった。カジキ警察署は、合併に合わせて、名称を改正し、アイラ警察署となった。カジキ町、アイラ町、加も町、鹿児島市に合併した、吉田町、霧島市に合併した溝部町の5町で、 アイラ軍西部消防組合を結成していたが、合併により吉田町と溝辺町が抜けて山頂で構成されるようにな。アイラ町内には文献書があった。その後合併により、アイラ市消防本部となっている。アイラ市消防本部ホームページ。町南部平野地帯には、町営の上水道があり、山田水源地、中津の水源地、船津浄水上水場の3カ所から、 水が供給されている。別府側からの取水も一時検討されたが、水利権の問題などから断念し、現在は全量を地下水によって給水している。白浜地区、整備地区には独立した簡易水道が存在する。下水道は、カジキ町と協力して建設する計画があったが、下水処理場の位置が決まらないなどの理由で実際に着工するには至っていない。 組取り式便所がまだ多く見られるが、浄化槽の設置が進められている。組取り作業、ゴミの収集、処理、火葬場の運営などは、アイラ郡西部衛生処理組合が行っている。カジキ町、アイラ町、カモウ町、ミゾベ町の4町で発足し、後に現在は、鹿児島市の一部となっている、吉田町が加入して運営されていた。その後、 平成の大合併の関係により、カジキ町、アイラ町、カモウ町の3町での組織となっていた。吉田町本城町で清掃工場を運営してきたが、老朽化により2007年4月にカジキ町西別府に総工費25億5000万円で新施設の建設を開始し、2008年12月25日に火入れ式を行った。 一日の処理能力37トンの焼却炉2機と処理能力8.5トンの廃用ユーロが設置されている。2009年4月から本運転となっている。このほか、カジキ町に死料処理施設とゴミ最終処分場がアイラ町に仮葬場が所在する。アイラ市発足によりアイラ市直轄に移行している。伝統的な農林水産業は次第に衰退している。 ベッドタウンであるため工業の進出はあまりないが、居住者向けの商業施設が南部平野を中心に存在する。農業は水田稲作が中心であり、別府川中流域などに高地整理された広大な水田が広がっている。古くから灌漑設備の整備が行われてきた。近年南部では開発が進行し水田が減少している。2005年統計では、 農家の個数は1,116個、高地面積5万1 8 6 2ルであった。林業は北部山間地帯で、新洋樹中心である。水産業は茂富に漁港があり、沿岸漁業とブリの養殖などを行っている。畜産業として、鶏卵の出荷を目的に、昭和30年代から20万羽を目標に、 集団で飼育乗り組みが行われたが、零細農家はすでに撤退し、少数の大規模養鶏業者が、アイラケーランの名で出荷を行っている。かつては、養産業も広く行われていたが、現在はほとんど残っていない。また木炭とかマスの生産は、農家の大事な副業で、鹿児島県内で大きな地位を占めていたが、これも衰退した。かつては、 重富焼みやきずしなどに、金山があり、また鍋倉にはくまに、製鉄所が作られて、薩摩藩の武器製造などに用いられたが、現在は、採石以外の工業に類するものはない。工業は、八金酒造、池田パン、かじき産業、京セラの下請け、ランドワークス、販売部門は、ランドアート、元南日本土器、測量機器の修理や竹物差し、カヌーの製造など、 熊野生館鹿,鹿児島工場、アイラメカトロニクスなど各種の工場が立地している。かつて、東は工業所が戦時中に兵器の生産を行っていたが、その跡地は、茂富中学校となった。また、茂富駅南側では、岩崎産業の鉄道用枕木工場が存在した。アイラ町内で古くから商業が発展していたのは、山田市所付近。 調査支所付近、元の調査庁役場、調査駅前、茂富駅前であった。その当時は、個人商店が存在する程度であった。現在は、国道15バイパス沿線を中心として、郊外型の商業施設が多数立地している。最大のものは、アイラサティで、路線バスの発着もある。流通業としては、コープ、鹿児島アイラ商品センターが、中津屋に、 大和運輸の配送センターが、アイラインターチェンジの近くにあり、特に、大和運輸は、合併前の九州大和運輸の本社所在地である。金融業としては、鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島総合信用金庫の支店がある。最寄り空港は、鹿児島空港、アイラ町が、鹿児島市のベッドタウンとなっており、鹿児島市内の駐車場事情、 鹿児島市までの道路事情などにより、通勤、通学に鉄道を利用する人は少なくない。合併により、愛良町が成立するまでは、調査庁に、調査駅が、重富村に、重富駅が所在しており、合併後に、愛良町役場の新庁舎を、調査駅の近くに建設したことから、調査駅が、中心駅となっている。愛良駅は、愛良町の人口増加を受けてその間に新設された。 駅であり、町名を名乗っているが中心駅ではない。かつては、カジキ駅、調査駅か毛町入り駅を結ぶ JR、九州バスカジキ線が運行されていたが、1997年4月7日に、全線廃止された。鹿児島交通と、岩崎バスネットワーク、南国交通は、国道10号を経由して、鹿児島市や愛良群東部方面とを結ぶ路線を、運営している。 この他に南国交通は JR 九州バスの代替の加盟町方面との路線や町内の路線を運営している。町北部木津市地区とのバス路線も運営していたが廃止となったため現在はコミュニティバスとなっている。アイラ町南部を東西に横断するように九州自動車道が走っているがインターチェンジは西端の鹿児島市との境界付近にあり、 東隣のカジキインターチェンジを利用した方が便利な場合も多々ある。調査バスストップは、アイラ町役場の少し北側に所在する。南部を横断して、国道10号が走っている。長らく片側1車線であったが、アイラバイパスが開通して町内はほぼ片側2車線に改良された。しかし、重富地区から、鹿児島市との境界までは依然として、片側1車線であり、 外観の狭い場所を通っていることもあり、改良の目処は立っていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。